久しぶりにやりますかね。うん、行きましょう。気づいたらもうランクが20になってました。で、20になった瞬間に勝てなくなりました。やっぱね、周りの人のねレベルが一気に上がった感じがします。さあやっていこう。なんかな、ここばっかやってる気がする、実況で。まあ時間帯の問題なんでしょうがないんですが、武器は一切変えてません。行きましょう。まあ戦法も変わらないんでね、そんなに波のある実況じゃなくなっちゃうかもしれませんが、ご了承くださーいと。ちょっと我々不利になってますね今。あらだ。ほう、っていうか他の人これ攻めてるか。あ、全然塗られてる感がないんだけど、しょうがない、突っ込もう。死を覚悟して突っ込みます。怖いんでここまで。あまりね敵地には行かないようにしとかないとね。うおー、上から来てるよ。上から来てたけど誰が撃った、あれか、あやつじゃな。そろそろねボムのね使い方を学ばないとダメだなと思い始めました。やっぱり上手い人はボムを使うのがね上手いんで、そこら辺も見習わないといけないなと最近やっと思い始めました。意味ないっつうね。さあだいぶ侵略されちゃってますが、ちょっと攻めるか。はい、さよなら。いかんせんボコボコにされてますね味方が。どういうことでしょうか。あれ？よし、オッケー。なんかラッキー。なんかラッキー。なんか知らないけど倒せた。ちょっと攻めきれてないな。もう、俺が言うのもあれだけどね。だって怖いもん。死ぬのが一番怖いんすもん。ほんとに。よし、オッケー。やべ、死ぬ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 。あかんてん。あかんてん。スプリンクラーでやられたんだけど。情けねえ、情けなさすぎるぜ。おお、よく見たらすげえ侵略されてんな。あらだろ、これはボロ負けですな。幸先悪いね。まあお話しした通りやっぱりね勝てないんですよ。なんで俺が疫病神になってんのかな。え、でも今回は俺にしては結構、ああくそ。ああ、珍しく死んでないと言いたかったんですが死にましたね。ああ、ボロ負けだ。いや、これはひどい。ひどいなあ。さあ、俺でも一応945やったんだけどなあ。まあ、しょうがない。まあ、ギアをどんどんパワーアップさせていきましょう。さあ、2回戦もここですね。なんで同じところ塗るの、意味ないでしょ。今俺が塗ろうとしてるんだから。たまにね、なんでそういう風にやるんだろうっていう人はいますよね。まあ別にそれが正解ではないと思うんでいいと思うんですけど、やり方にね決まりはないのであれですが、ついついねちょっと口を出したくなってしまう。なんでそうするとかね思っちゃうんで、
おーおーおお、スーパーショットめっちゃ打ってるね。ああついついにボムを使おうとすると、おう、ナイスです。やられた、ドンマイです。ドンマイです。さっきなスプリンクラーでやられたかな。あーやべまたまたスプリンクラーに気を取られやられてしまった。あーりゃりゃよっ、くっそーん、まさかの敵はスプリンクラーだったっていうね。あやべ、ローラーがいたのね、気づかなかった見事に待ってましたかのように叩きつけられちゃいましたね。くそー、よっ、おりゃやはり俺が疫病神なのかどうもね、俺がいるから勝てないんじゃないかって思ってきちゃうんですけど、ここまでね自分のチームが勝てないと。一応ねポイント的には一番貢献はしてるんですよ、こう見えて。あやべ、この照準がうまく合わせらんないんですよね、今更今更ですけどもうちょっと勉強しないといけないなと思います、本当に。まあ思ってるだけなんでしょうね自分で言うのもあれですけど、意外とねやっぱボムっていうのが重要なんだなっていうのが分かりますよね、やってると。ほら、え、嘘、あ、びっくりした後ろにいたのか、気づかなかった。どうだ最後の追い上げで、攻めろ攻めろ攻めろ、どうだ、これはどうだ、微妙に負けてる気がするぞ。あーん2.2% でしたね、あと。うわー、ほらこの野郎、一応ね死なないように頑張ってるんですけどね、ダメだね、まさかの連敗になってますが。声も思わず裏返ってしまいますが、何回ここは出れば気が済むんだ、本当にさ。ここ好きじゃないんだよあんまりこの野郎、いやだからさ、もうもうな、何なのくそ、どうもローラーの人と合わないな、馬が。俺が塗ろうとしてるところをどんどん上から塗ろうとするからね。まあお好きにやればいいんじゃないでしょうか。よいしょ、いますね。なんで俺を狙うの、あの人、なんでそんな必要に俺を狙ってくるの、なんか俺に恨みでもなんか僕に恨みでもありますか、実は先ほど殺されましたとか。はーい、死にょーん、なんかここら辺いそうだな、さっきここから狙ってたもんね。今のところはいい調子、上にいるね。上にいらっしゃいます上にいらっしゃいます。うおー、ローラー来てるやんけローラー来てるやんけ、突っ込んでしまった突っ込んでしまい申した。どうしよう、ちょっと自分の領地ぐらいはねやっとかないとね、塗り残しがあると嫌ですからね。それはなさそうかな。ほいほい、さあだいぶ皆さん攻めてますが、意外とこういうの邪魔なんだよね。
まあことごとくね2回やられてますからね、スプリンクラーには。攻めろ攻めろ。おー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 、見えないよ見えないよ。よっ、こいしょ。ふい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 。ん？オレンジさんいます？敵が見当たらないんですけど。あ、一応いるね。おお、チャージャーヤンケー。ちょっと待って、今後ろにいる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 。あー、なんで俺バリア使わなかったんだ。やっぱね、夢中になってると使い忘れるんだよな。そういった意味ではまだまだ下手くそですが、本当に。よいしょ。とう。あ、やべ、突っ込んじまった。よいしょ、OK。ローラさんがいる、ローラさんがいる。奥にローラさんがいるよ。あー、やべ。なんか今日はローラさんと相打ちになりますね。まあ勝ったからいいや。3度目の正直、勝ちました。イエーイ。どうなんだろう、圧勝ではないか。うん、まあ貢献できたんじゃないでしょうか。はい、4回目。何回ここやらせるの、本当に。ローラさんがお二人ですね。あ、ちょっと危ない。よいしょ。よっこらせ。できればローラさんには全員に言っていただいて、敵をどん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 蹴散らしてもらって、その間に俺がこそこそと敵に当たることなくやっていきたいですね。死にたくないですからね。どうもね、ガチマッチとかやってるとね、僕が完全に地雷と化してるんで、あまりね迷惑かけたくないんですが。おお、いらっしゃい。逃げてきましたね。いた、マジか。チャージャーもいたのね。意外とね、チャージャーがね厄介なんですよね、いるとね。おーおーおー、上にいるね。インクが切れた。お前もそこにいたら死ぬだろ。オッケー、ナイス。バレてたかな。ほい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 。うお、マジかよマジかよ、ふざけんなし、マジかよ。今ちょっとさ引いたから、あ、諦めるのかなと思ったのに、それを出してくるか。いやー、マイッチングマイッチング。え、嘘、マジか。歌も歌いたくなってくる。やっぱ若葉を使ってると攻撃力が低いんでね、その分敵に回数ね、ダメージを与えていかないといけないんで、大変なところもあるんですが。やっぱりね、使いやすさには変えられないかなと。多少の我慢はしていかないと。あそこ潜んでるよな、絶対いるし。あう、おマジか、気づかなかったよ。うっさん、うさんさん、ごめんなさい、今回はちょっと貢献できてないぞ俺。ちゃん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 、間に合わねえ。なるべくね、ジャンプは使いたくないんですよね。ガチマッチでね、ジャンプ使いまくったら死にまくったからね。どっちだ
おお、ギリギリ勝った。危ない。うん、まあいい戦いじゃないでしょうか。半々、まあまあですね。俺にしちゃお金もどんどん貯めてきますよ。お、もずくだ。ここは広いんでどう攻めていいのかいまいち理解できてないところもあるんですが、うわ、ローラ3人、ローラ3人来ましたね。わおわお、チャ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 ンチャ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 ンと。ここはいつも上から僕は攻めますね。果たしてこれが合ってるのか分かんないんですけど、なんとなく攻めやすいんですよね、上から行った方が。どう、おお、いいですね。でここはなるべく降りないようにして、おお、リンクが切れた。背後にも気をつけながら行きましょう。大してうまくもないのになんか解説っぽく言ってますか。ここね、いつもガチエリアの時にね来ますけど、お、来た来た来た、敵さんいらっしゃい、敵さんいらっしゃい。あ、嘘嘘嘘嘘、あああああ、そうやってね、一人に対して集中してると失敗するんですね、なんてね。いいよ、さあさあ、死ぬなんて当たり前。もうガチマッチでは常にね10回以上死にますからね。ほんと地雷、もう周りから白い目で見られ、お前なんでいんのみたいな感じでやってますけど、ちょっと攻めるか。チャ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 、敵さんがいませんね。これは攻め放題なのでは。おーい、よいしょ。敵の目の前でさあ、おっと。ちょっと帰ろう。あれ、ああやってくれてたのね。いや俺がさっき見たときすごいことになってたんで、なんだなんだ、はい、いらっしゃい。ちょっと待て、ああどっか行っちまった、クソ逃した。いいや、ローラさんについていこう。ああ行っちゃった、ローラさん行っちゃった。 おローラさん、おー、イカイカイカや。もともとイカだけどもっとイカになった。おー、ナイスです。なんか俺あれだな、敵と遭遇してねえな今日というか今回、これなんか本当にただ塗り毛になってる。まあそういうゲームなんだけど、あ、やべやべ。なんで降りちゃったんだ俺。ああ俺誰か倒したか。うん、まあいいや、勝ったから勝ったからいいけど、誰か僕は倒しましたかね。あ、ほらゼロだ。ああでも1300取ってん、誰とも多分遭遇しなかったからだろうな。さあもう一丁のもずく、のずくじゃねえ。もずくいきましょう。ちょっとね連勝が続いてしまってるんで、そろそろ僕は負けるんじゃないかなと危惧はしておりますが、じゃあまあまずは自分のところ固めようぜっていう派です。僕は土台になりますからね。まあ他の方々に攻めていただいて、どうでしょう、いかがなもんざんしょか。何気に赤さんも来てますね。レディー、あお、切れたよ。
しょうがないね。チャージャーがいたのが怖いけど。怖い。やっぱつけられてたね。やっぱりね、そうだよね。さあ、おっと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 、待ち構えた、俺、降りるつもりはなかったんです、降りるつもりはなかったんです、すみません。よし、じゃあ下手くそダメだ、ローラー見れて動揺したんだよな。いや、下手くそだな。よいしょ、下手でもいいじゃないか、じゃないか、じゃないか。狙われてるって、狙われてるって。俺、あのチャージャーさんやけに僕を狙ってきますね。なんか俺恨みでも買ったかなちょっと待って、誰相手にしてると厄介だから、相手にしないでこっちを攻めよう。あ、どうも。うわ、チャージャーいるやんチャージャーおるやん。チャージ貯めたかったのに、くっそ。おおおお、なんていうことだ、赤くなっとる。てかね、ここも実は濡れるんですよね。よいしょ、どうだろう、接戦っぽくはなってるけど、ここはどのタイミングでゴムを使うのかわからん。あのスプリンクルたまらない。お、来た、誰だ。 ありがとう、助けてくれた、助かりました。やっぱね、味方に上手い人がいると助かりますよね。僕みたいなね、こんな初心者、おーい、オッケー危ね、最後の最後に倒したけどあんま意味ないね、倒したところで。おお、今日はなんか勝てるな。うん、ポイントも稼いでますね、いいね。下手にガチマッチするよりいいかもしんない。イエス、よし、お金貯めてこう。